はい、皆さんこんにちは。スタディ東京店の猪俣です。本日はですね、新型の BMW 4シリーズ、クーペですね、G22 が納車になりましたので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。この車の最大の特徴だと思うんですけど、大型化されたキドニーグリル、従来でもねだいぶ幅が広くてですね、もうバンパーの下側まで伸びているグリルなので、かなりこの辺がね特徴的なデザインになっていると思います。はい、で、こちらの車がですねグレードが 420i と言いまして、4気筒ターボで、B48 エンジンが搭載されています。パワー的には258馬力、トルクもですね300ニュートンほどありますので、まあ、普段乗りするには全く、ね、申し分のないパワートルクだとは思うんですけどね。従来と一緒でまだまだこのエンジン自体が余力というかね、安全マージンかなり残されているので、いろいろチューニングすることによってね、もっと性能を上げることはできるかなと思っています。あとはやっぱり4シリーズクーペですので、やっぱり私もクーペ好きなので、クーペとしてはこうやっぱりねリアのこの流れる美しいラインが一番の特徴かなと思います。こういう感じで、よいしょ、そうですね、まあ、運転席ねかなり今下がってる状態なんですけど、それでもかなりリアシート足元も余裕がありますしね、上も、まあ、どうしても、ね、クーペなので若干の狭さはここありますけど、幅的にもゆったりですね、かなり快適に乗れる仕様かなと思います。あとはですねこちらによいしょアームレストがついてますのでね、こう2人座ってでもこうゆっくりね肘を置いてくつろげるぐらい、空間が広いので、まあ、クーペといってもね後ろの人もしっかりくつろげるような、仕様になってるんじゃないかなと思います。リア周りなんですけどもね、まず特徴的なのが、まあ、420なんですがマフラーはしっかり左右出しになってまして、かなりねテールエンドも大きめなので、迫力はあるんですけどね、ただやっぱりね音が少し寂しいので、もっとね抜けのいいマフラーにしてあげてあげることでもっと速くもなりますね、いい音もしますので、走ってて楽しいなという感じはね、マフラー変えていただいた方がよりいいかなと思います。特徴的なのはこのバンパー左右にエアダクトもついてますので、この辺の、プレスラインといいますかねデザインが結構最近の BMW の流れになってますので、かなりねこうセダンと比べてやっぱり後ろ回りが特徴的なので、テールランプのデザインからねこうルーフからトランクにかけての形状、まあ、そしてこうマフラーとか、あとマフラーの、ね、上のいわゆるディフューザーと言われる部分もですねこうフィンがついた形状になってますので、かなりねノーマルでも十分かっこいいかなとは思いますけどね。これから各メーカーさんが開発に入るので、いろいろな、ね、エアロパーツもこれから出てくると思いますので、まあ、車高下げてホイール変えてエアロ変えてマフラー変えてみたいな従来のモディファイの、ね、流れも、ね、今後非常に楽しみな車だと思います。はい、で例えばまあこういうふうに荷物で両手塞がっている場合にはスマートオープナーもついてますので、足を、ね、下にこうさっと通していただくと開けますので、ね、手を使わずにこう荷物が置けるような感じですしね、あとまあ閉まるときにもワンプッシュで、閉まりますね。で、皆さん、ね、結構トランクの中の容量気になると思うんですけども、かなり幅もしっかり確保されてますし、奥行きもねかなりあるんですけど、リアシートが前にね倒していただくともっとね広く長いものでもね詰めるかなと思います。ここにレバーがあるのでね引いていただくとロックが解除されるので、二分割構成なのでこういう形で倒れますね。そうするとねかなり長いものも詰めるので便利かなと思います。はい、それではね、ちょっともう走りたくてうずうずしているのでちょっとこれから乗っていきたいと思います。
上もね開きますので、はい、では早速乗ってみたいと思います。スタートですね。やっぱね、印象としてかなり今の1回踏んだだけでもかなりね、街乗りですとトルクの方がかなり重要だと思うんですけど、まあ、軽くアクセル踏んだだけでもこうグッと背中を押されるような加速感があるので、全くね発進時にもストレスが感じられないですね。ちょっと踏んでみます。すごくこうシフトのつながりがスムーズになってまして、全然多分同乗者の方もこう全く気にならないぐらいの今のシフトチェンジでしたね。ちょっとスポーツモードを試してみたいと思います。もうアクセルのレスポンスが全然違うので、ちょっと軽く踏んだだけでも、ね、こうシュッと出るような感じで気持ちいいですね。やっぱりこういう新しい車に乗るとこう、ね、もし自分が所有したらこの辺いじりたいなってこう思ってしまうのが職業柄あるんですけど、まあ、もう乗った瞬間に一つ、ね、段差を越えて、あ、もう足回りはさすがにこれ変えないとっていうふうには、ね、感じました。やっぱりボディ剛性がしっかりしているので足回りが、ね、もっとこうよく動いてくれる足をに変えて、いただくとかなり、ね、快適で、気持ちいい、ね、運転が楽しめると思いますね。まあ、気持ち車高も、ね、下げたりするとこう、まあ、安定性が増すのに加えて見た目の、ね、かっこよさも増しますので、まずはサスペンションキット、変えたいなと、思いました。まあ、あとはホイールもちょっと、ね、軽いものに変えていただくとそのサスペンションの本来の性能がしっかり発揮してくれるので、まあ、下足回り系から、着手したい感じはありますね。やっぱスポーツモードは気持ちいいですね。ちょっと道が混んでなければパドルでパンパン走りたいところなんですけど、ちょっと真逆の今度エコプロモードにしてみたいと思います。モードによって、ね、メーターパネルのデザインも変わりますので、この辺も最近の BMW の、面白いところかなと思います。あ、やっぱ全然違いますね。やっぱり車ってこう停止状態から、ね、加速して速度乗るまでが一番燃料を消費するので、そこまでが、ね、かなりちょっともさーっとした感じはあるんですけど、一回こうスピード乗ってしまうと全然気持ちいい感じですね。まあ、こうある程度長距離を巡航するときは、すごく、ね、快適に乗れるモードかなと思います。で、この車のボディカラーが結構、ね、特徴的なんですけど、インディビジュアルカラーでドラバイトグレーというボディカラーになります。ドラバイトっていう意味を、ね、個人的に調べたんですけど、トルマリンとか鉱石の名称のようなので、なんかねこうちょっとグレー系ですけど光によって見え方が変わったりするので、かなりねこうシーンに合わせてというか昼だったり夜だったりとかでちょっと見え方が違って面白い、色だなと思いますね。あとはちょっと楽しみなのがね、まあ、ホイール変えて車高を下げてっていうとなんかエアロパーツつけたいなっていうふうには思ってくるので、こうフロントリップスポイラーですとか、トランクスポイラーですとかそういうエアロパーツが今後もねちょっと発売が楽しみだなと、思いますしね。ちょっとやっぱ走ってて思うのがもうちょっとマフラー音が迫力あった方が気持ちいいなっていうのと、まあ、音だけじゃなくてねこう抜けが良くなるとねもっと気持ちよくアクセルも、吹け上がるので、ちょっとねその辺のパーツの発売も楽しみかなと思いますね。この車自体がねまあ、今納車された当日ですけど、いろいろなパーツメーカーさんに、貸し出しをさせていただくもう予定がねぎっしり詰まってまして、まあ、ホイールのねマッチングですとかエアロパーツの開発ですとかこの辺がね非常に楽しみなので、ちょっとねいち早くメーカーさんにも頑張っていただいて、ね、皆さんも納車はぼちぼち始まると思いますので、ちょっとねこういじったイメージをね早く作り上げてこう買ってみようかなこの車っていうふうに思っていただけるような、状態にねできればなと思ってます。そうですね、内装の
ぱ高級感がね、やっぱり私が乗ってるのが F48 の X1 なんですけど、やっぱり GK になるとだいぶこう、ね、例えばシフトノブのデザインだったりとか、まあ、ステアリングもね全然違いますし、レザーがかなりちょっとしっとりしててグリップも太めになってたりですとか、まあ、スイッチ類のねレイアウトも、違いますしね、ちょっとまだ現行 BMW に私自身が慣れてないので、ちょっとね楽しみな車ではありますね。いやでもスポーツモードで走るのが一番気持ちいいですね。決してね飛ばせる道ではなくて、今もちょっと時間帯的にも混み合ってはいるんですけど、やっぱり自分のなんでしょうね、こう手足の動作と連動してスパッと動いてくれるので、やっぱスポーツモードにするとちょっと他のモードがねちょっともさーっとする感じなので、もうちょっとね回してみたい気もするんですが、まだまだ慣らし中で、ちょっとねメーカーさん の開発等が終わったら、ナンバーにもねついてるように、神戸店で、遠藤店長が担当する車になりますので、ちょっとね今後の進化も楽しみにしていただければと思います。シフトダウンもすごくスムーズですね。やっぱりこの辺も進化している感じですね。シートがちょっとね特徴的で、座っていただくと分かるんですけど、肩のホールドはあんまりないので、まあ、いろんな多分体型の方に、でも大丈夫なようにっていうデザインなんだと思うんですけど、この腰の脇の部分の、膨らみというかね部分で結構両腰をしっかりこう押さえてくれてるっていう感じがあるので、すごくねそこの安心感は得られるシートかなとは思いますけどね。あとは、まあ、乗り降りも考えるとサイドの、ね、シートのサイドサポートはやっぱり低め浅めなので、ちょっとこう飛ばしたりした時にコーナーで、足がねちょっとこう寄ってしまうというか、安定しない感じが出るので、まあ、将来的にはねこ うちでも大人気のレカロシートあたりをこうちょっと入れてねスポーツ走行を楽しみたいなっていう感じはしますね。こうちょっと裏路地の路面の荒れてるところを低速でっていう状況だと、これどうしても足回りのねゴツゴツ感が気になってしまうので、ちょっとねこの辺を社外品のサスペンションキットに、変えるとね、こうなんだろうな、こううまくいなしてくれるので、もう気持ちよくて、例えばこういうマンホールの蓋を片輪で踏んだりとかしてしっかり足が動いてる感じをねついついこう確認したくなるぐらい、いい動きをしてくれるので、足回りは今日にでも変えたいぐらいの感じですね。バックカメラの映像もめちゃくちゃやっぱり綺麗ですね。